スブヤトスラウ二世は、リューリク朝のルーシ傾向である。先例名はミハイル。ヤロスラウ健康の子、ボロディーミル成功の孫。チェルニーヒューコー、キエフ大公。母は、スウェーデン王、オーロフの娘インゲゲルド。1054年、当、ヤロスラフが亡くなる。長子ウラジーミルはすでに死去していたため、キエフ大公は、自死であるニージャスラフ一世が継承した。 この時の領地分配で、イジャスラフは、キエフに加えて、ノブゴロド、トゥーロフを獲得、スビアトスラフは、チェルニーゴフ、ギャザン、ムーロム、トムタラカニオ、フセボロドは、ペレアスラブリルュスキー及びロストフ、スーズガリ、ベローゼロといったボルガ上流域の東北ロシアを、領有した。また、ビアチェスラフは、スモレンスクを、マッテイーゴリは、ボルイーニを支配した。イジャスラフ、 フセボロドと共に三党政治を行う。1068年にスノーシク付近でクマン人の軍勢を破った。やがてイジャスラフと敵対し、1073年にはフセボロドと手を組んで大抗意を奪った。1073年と1076年のスブヤとスラウ選手を編纂した。1076年12月27日の手術が失敗したため死去し、 チェルニーヒウの旧世主大聖堂に葬られた。最初の妻は、出自不明のキリキアの娘と考えられているオダであり、ヤロスラフを生んだ。また、A ・ナザレンコの説では、オダとの間に、ビザンツ帝国に嫁いだ娘も生まれているとされる。その他、母親を確定できない以下の子がいる。ディムニック1994、ピアニッシモ、XV。 36ラフィンスパーガー2012 P236 ディムニック1994ピアニッシモ37テーブル4ディムニック1994ピアニッシモ40テーブル4ディムニック1994ピアニッシモ39から40テーブル4ディムニック1994ピアニッシモ39テーブル4 I 1906ありがとうございます。